メガワットマイナス08はオランダのシグナール社が開発した3次元レーダー。先行して同社が開発した S バンドのスマートをもとにより高周波数の C バンドを使用する要設計変更した派生型である。送信機として進行配管を、またアンテナとしてストリップラインを積み上げたプレーナーレイアンテナを採用するという基本設計は共通であるがアンテナを構成する。 ストリップラインは16段から8段に減少した。これによって、アンテナ重量は 1200kg から 430kg と軽量化されているが、ビームの生成能力は12本から6本に低下し、行角は70度までと、天頂方向の捜索には、期待ようになっている。探知交算80%を期待できる有効探知距離は、 レーダー反射弾面積が0.1平方メートルの目標に対しては1 7トル、1平方メートルであれば2 7トルである。マッハ4までの目標を探知可能である。全自動で20個の空中目標と10個の水上目標を追尾でき、また2個の水上目標に対する射撃式を行うことができる。このように探知可能距離は比較的短いことから、 これを補完するため、同社の DA-08 やアメリカ合衆国の案、SPS-49 など、より長波長で、探知距離の長いレーダーと共に搭載されることが多いが、小型艦艇の場合は本機のみに頼ることもある。大韓民国海軍、イリシャ海軍、ポルトガル海軍、トルコ海軍、オマーン海軍、インドネシア海軍。ありがとうございます。